美味しい。すごい、うまみが。ケチャップだけで作ってないから爽やかな感じある ね。軽い感じね。そう。こんにちは、フェリーチェ青池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のレシピは、今日はナポリタン。お、すごい、久しぶり。1年ぶりぐらい。いや、2年ぶりじゃない。2年ぶり、2年ぶりか。2年前、1年半と、まあ2年前じゃない、多分。そっかそっか。そうそうそう、ナポリタンはやっぱりみんな好き、大好きだし、うん、この間、父の日に、うん、義理のお父さんになんかね、うん、おもてなししようと思って、うん、何食べたいですかって言ったらさ、ナポリタンが食べたいって言ったから、で、まあ前のレシピもあったけど、うん、ちょっとこう、アレンジして作ったら、まためちゃくちゃ美味しいができたから、うん、ね、ナポリタンで2022年バージョン、はい、ちょっとお届けします。なるほど ね。パッと見はなんかそれすごい変わってる感じしないけどね。そうそう、あの通常のナポリタンと違うのは、まずね、トマトソースをちょっと作ります。辛めにするんだよね。そう、あのケチャップだけだとちょっと重くなるので、トマト缶ね、はい、使ってソースを作るのと、前回と違うところは、前回ね、ウスターソースでちょっとこう味わいを深くしたんだけど、はい、今日はバルサミコソース。なるほど、はい、バルサミコ酢を使って、うん、よりイタリアンに仕上げたいと思いますね。いいじゃないですか。はい、はい、ね、まあ、焼きそばも美味しかったしね。そうで、今日はね、あのこのバルサミコ、普通のバルサミコでもいいんですけど、うん、まあ、うちにはね、バルサミコゴールドですね、うん、ちょっと特別なバルサミコあるので、そっちを使いますけど、皆さんはあの普通のバルサミコで結構です。わかりました。はい、食材はソーセージ、そしてマッシュルーム、ピーマン、玉ねぎ、ニンニク、オレガノ、グラナパダーノね、バター、塩、胡椒、オリーブオイル、バルサミコ、ハチミツ、ケチャップ、そしてスパゲティ、太めのスパゲティです。もう定番の具材ですね。玉ねぎとピーマン、そしてマッシュルーム、ソーセージね。玉ねぎね、今日は1個使います。何度も、多分この動画も久しく見てないけど、うん、今日話す回は一緒じゃないかな、多分。あれ、前回ナポリタンの時って安いだった？安いだったんじゃないのかな。青山かもしれんけどね。青山さんじゃなかったかな、違うかな。本当にそんなこと、そんな記憶ある。こんにちは、フェリーチェ青池です。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のメニューは、今日ナポリタン。ああ、安いだね。まだ安いがマイクつけて喋ってない時。あ、そう、まだ。取りづらいです。そうか、懐かしい。もう材料どんどん切ってきます。はい、はい、ナポリタンのミートソースしか知らなかったもんね。そうね、最初はケチャップのパスタから入ったよ ね。うん、そしてピーマンです。そしてこの会話の後にどういう会話するかっていうと、うん、本当のパスタ食べたのいつって言ってで、カプリチョーザっていう話が出てきて、うん、富山に18、19くらいの時にカプリチョーザができて、すごい行列になっとったよって話を。なるほど。じゃあピーマンね。はい、ピーマンも切りますね。でしょ、この話をしたらもう今日話す内容もう言い終わってしまう。いや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 、でもカプリチョーザにもナポリタンってないでしょ。ないんじゃない。だってあれだってイタリアンさ、ね、ナポリタンはやっぱもうあの喫茶店メニューだよね。ね、だから我々はだからその喫茶店でナポリタンとかでも通ってきてないよね。だからうち の、 そのさっきのさ、義理のお父さんとかやっぱもう喫茶店の味なんだよね、うん、そう、はい、ピーマンね、ピーマンも切りました、たっぷりです。はい、じゃあ続いてマッシュルーム切りましょうね。ナポリタンのその時期限の話はしてないんじゃない？したかな？したよ。あ、したっけ。じゃあいっか。いや、もう一回知らない人もいるから、一回しとく？ねえ、ちょっとナポリタンの起源知りたいな。まさにもうナポリタンが誕生したのは、第二次世界大戦が終わって間もない頃の頃でした。はい、まさしくホテルニューグランドで総料理長の入江重忠さんが考案したとされています、うん、はい、諸説あるのかもしれないけど、うん、はい、やっぱりここはもう要はアメリカの軍人さんたちのために作った料理ってことじゃないですか。なるほど。でもやっぱ当時は大量のパスタと、うん、ケチャップを持ち込んできてて、なるほど、 そう、で、まあ、それをあえて作ったっていうのが始まりで、うんうん、でもホテルニューグランドがちゃんとケチャップではなく、トマトの粗切り、ニンニク、玉ねぎ、ローリエたっぷりのオリーブオイルを使ったスパゲティナポリタンと呼ばれる一品をホテルで提供したと。なるほど。だから今日逆に言うとオリジナルに近い。オリジナルに近いかもね。そっかそっか、うん、ケチャップはね、あのちょっと今日は使うんだけど、そう、そっかそっか。さあ、OK でございます。材料は切り終わりましたんで、じゃあまず野菜から炒めていきましょうか、うん、はい、玉ねぎから炒めていきます。オリーブオイルを敷いていただいて、ニンニク入れます。火にかけますね。はい、玉ねぎがね、ちょっとしんなりするまで炒めていきます。
はい、いいですか、はい、玉ねぎね、しんなりしてきました、うん、ちょっととろっとしてきたところでソーセージ入れますね、うん、今日はね、具材たっぷりですよ。シャウエッセン1袋使うし、玉ねぎ1個使うし、ピーマン2個、うん、まあ3人前でもいける具材の量ですよ、正直はい、じゃあこの後マッシュルーム入ります、うん、ナポリタンって意外と時間かかんだよね。そうね、かかる、かかる。まあ正直ケチャップ、ウスターソースで仕上げる場合はかなり時間、時短できます。はい、OK です。玉ねぎね、はい、今マッシュルームも少し入りました。で最後ピーマンね、うん、はい、ピーマンは あんまり火通しすぎると美味しくなくなるので最後に入れてください。でここで軽く塩と胡椒しましょう、うん、OK。 さあ良いですかね、ピーマン一瞬です、ね、このぐらいでいいと思います。じゃあ一度野菜取り出しておきます。はい、はい、もうピーマン入った瞬間にナポリタンの香りだね。そうだね、うん、する。ではいいですか、はい、うん、はい、ソースをね、このボウルで合わせていきます。もう今、ホールトマト1/2入ってます。結構な具材だね、確かに。これ2人分とは思えないぐらいの量ですからね。そう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 、普通だってさ、そのホールトマト1缶でだいたいトマトパスタ2人前作るもんね。そう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 、こういう具材でしょそうそうそう、いやもうたくさん野菜食べてっていうね、はい。そして、今日はバルサミコ入りますね、うん、これが旨味の元になります。大さじ1ね、はい、蜂蜜も加えますね、うん、蜂蜜もこれちょっと甘みを足してあげます。蜂蜜も大さじ1加えますね。最後にオレガノ、ちょっとたっぷりめにいきますよ。ナポリタンでもちょっとオレガノ効かせます。 OK、ね、これがナポリタンのソースになりますね。でこれをちょっと火にかけて、うん、水分飛ばします。はい、はい、今使ったフライパンそのままいきますね、うん、バルサミコが入ったことでちょっとね、少し黒めのソースですね。はい、じゃあ火かけて少し水分飛ばします。これね、ホールトマトの水分を、まあ、飛ばしてるように見えますけど、うん、ケチャップとかの水分も飛ばしてます。なるほどね、旨味を凝縮させてます。じゃあもうパスタ茹でていきましょうか。あ、いいですよ、はい、お湯が来ました。はい、じゃあ、まあ、アルデンテでやっぱ揚げたいので1分前ぐらいでいいと思います。はい、じゃあ11分、そんなにね、ソースの中で煮込まないので、はい、11分いきましょう。じゃあパスタもう5分で茹だりますので、はい、この具材とソースを絡めていきますね、はい、しっかりね、トマトソースに絡めていきますね、たっぷり。よいしょ、見て、もう皆さん気づいてるかな、正面の枝気づいてるかな、もうバットにケチャップがついてるから、それを置いたら汚れるからねはい、見ないで見ないでこれを置かないようにね、じゃあボウルに重ねましょう。ありがとうございます。はいね、いや俺もついたの分かったね。今のは分かった。さすがに。僕まで言わなきゃよかったな。ね、そんなの面白かったのに。でもそう言われなかったらこう置いてた。くそ、そこは待つべきだったな。はい、さあじゃあちょっとね、パスタあと5分で茹で上がりますんで、うん、この美味しいね。いやそれうまいな。特製ケチャップで、うん、最後玉ねぎ、ピーマン、ソーセージ、マッシュルームもさらにちょっと火通していきますね。では茹で上がったパスタを鍋に移していきましょうね、はい、フライパンにね、濃厚なソースね。じゃあ和えていきますね、はい、はい、だって昔はやっぱこんな風に和えられなかったもんな、もっとベトッとして、ね、でそれをやるためにケチャップを足すって、そう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 で茹で汁を入れるっていうね、やっぱ文化がなかったよね、慣習、習慣が。まさしく今茹で汁を足したいとこなんですけど、この間使ったドライトマトの戻し汁、こういう風に使ってください。ドライトマトの戻し汁とかね、はい、はい、ちょっと入れます。もうこれ魔法かかっちゃったな、ね、これでさらに美味しくなる、まあ、もちろん茹で汁で大丈夫です、はいね、茹で汁もしくは水でも大丈夫です。じゃあこの後の美味しい感想は、セミドライトマトの出汁汁引いた分で、あ、お願いします、ね、表現させていただきます、はい、お願いします。はい、ちょっと一口味見してみます。美味しいです。あとはお塩ね、うん、お塩でもいいし、ここでケチャップ足してもらってもいいです。ケチャップするの？いや、お塩にします。ケチャップにしようかなと思って、ケチャップ煮詰めたから美味しいって言ってるんだけど。そうやね。塩にしといたらそこ、はい、あ、お塩はこれでいいや。ね、足りない分はここで最後ね、お塩で味付けします。ね、具材もね、たくさん入ったけど、やっぱりこのぐらい入ってた方が美味しいよね。うん、で、最後ごめんなさい、バター入れます。それは欠かせないね。はい、ここでバターを入れて、うん、さらに濃厚さをね、足しますよ、うん、ツヤも出ます。はい、OK、 じゃあ盛り付けます。はい、いやいいね、では仕上げていきましょう。はい、たっぷりの粉チーズね、
で、ブラックペッパーいきましょうね、はい、これもたっぷりあった方が美味しいに決まってます。そうですね、美味しいに決まってますね、はい、喫茶店だとタバスコ入れるんだけどね。それはやめましょう、はい、イタリアンですからね、はい、で、最後緑が美味しいのでね、イタリアンパセリね、すごいね、ジュージュー言ってますよ。はい、完成ですね。はー、はい、出来上がり。美味しい、すごい、うまみが、うまみね、すごいね、美味しい。ドライトマトのドライトマトの汁を抜いても美味しい。ドライトマトの汁はちょっと除外して、うん、ケチャップだけで作ってないから爽やかな感じある ね重くないと、そうそう、軽い感じね。そう、やっぱナポリタン美味しいっすね。うまいね、うまい。子供の頃食べてた落ち着く味なんだね、うん、全然違うもんなんだろうけど、うん、レストランでたくさんパスタ食べてきたけど、これはこれよね、やっぱ、うんうん、これはこれ、変えられない何かがある。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。